寝かしつけは交代制、保育園の送り迎えもサボんな。え？それから風呂の後の歯磨きもだ。飯は俺が作るが、片付けは手伝え。食器洗うときは乾いた食器をしまってから、掃除機かけるときは下に置いてあるものをどかす。そういう細けえとこも子供は見て育つってネットで見たぞ。そこまで啖呵切ったからにゃ、最低限家庭のルールは守ってもらうぞ。ゲームは1日1時間マジか。俺たち殺し屋家業は廃業するわ。本気か。俺たちはミリの父親になる。罪を背負ったまま偽りの関係を貫くつもりか。偽りなんかにはしねえよ。今度こそ本物の家族になるんだ。俺たちは